30分トークということで、スペシャルゲストの外録チャンネル三谷さんです。いや、すみません、三谷さん、ありがとうございます。すみません、ブルータスさんで対談していただ、対談させてもらいました。それで、なんていうか、ブルータスさんの方が、まあ、半ばちょっと強めにニューヨークさんの方にちょっとこう外録チャンネル出てくるってオファーしちゃって、でも僕分かってるんですよ、業界長いから、今のニューヨークが外録チャンネルのためにスケジュール出せるわけじゃないって分かってるから、いやどうせ振られるだけだからちょっと嫌だったんですよ。いやでも外録チャンネルちょっと怖いですね、出るの。そうですね、なんかそんなないないんですよね、僕そんな、そんな壮絶な、いや壮絶はなくてもいいんですけど、でもなんかそう振られるの分かってても勝手に告白されて振られて帰ってきて、いやだからいたじゃんみたいな感じで、それでなんていうかコラボお願いするのももう振られるのかっていうから、あ、自分から出たいって言ってみようと思って、でそれで奥田さんに一回ガールズチャンネルオファーしたことがあって、奥田さんに振られてるんですよ。で、で結構振られるもんなんですか、ね、まあまあ振られます。何パーぐらいなんですか、自分の大会だと外録チャンネル。いやでも 10% ぐらいじゃないですか、成功率。あ、90% 振られてるんですか。いや結構振られますよ、普通に。あ、そうなんですね。あ、じゃあオファー出しまくって今の外録チャンネルが成り立ってるってことですか。あ、そうです、そうです、本当に。そうなんですね。そう、東野さんとかが出る前なんて もっと低かった、5% とかだったんですよね。あ、まあ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 、そうですよね。はい、そりゃそうですよ、何か分かんないですもんね、その外録って。そう、わけ分かんないですか。いやでも今はもうね、だいぶみんな、あ、それでも 10% ぐらいですね。ま、そうですね、だからそのなんていうか出るはずもない人にもいたりとかするんですよ、神木隆之介さんとか。山田まあまあまあな人にオファーしてるんですよ。だからその、なんだか、あ、フリーになったんだみたいな。はいはいはい、なんかフリーってなんかこう気軽に行きそうじゃないですか。なるほどなるほど。あと久保塚洋介さんとか。ああ、見てえな、確かに。それ見てえわ。まあまあ、すごい丁寧な返信いただいて、へー、あー、返事そうくれるんですね、ちゃんと。そう、光栄ですみたいな。見てますんだ。本人大変喜んでるんですけども、なんかその事務所的な判断でちょっと、あ、なるほどなるほど、みたいなのとか。え、もう何人ぐらい出たんですかね、外録チャンネルって。どうなんですかね、300人いないぐらいじゃないですかね。はい、2年ぐらいやってるんで、いろんな人の話聞いてるみたいですで、三谷さん自身もなんかね、インタビューされるパターンもちょいちょいありますもんね。あ、そうですね、なんかその1年目ぐらいに YouTuber の人に言われたんですよ、あの、自分のこと喋っといた方がいいですよみたいな。あ、なんか要はその、ある程度そのやってる人も応援されないと伸びたからですよみたいな。なるほどね、三谷さんのファンにもなってかんとっていうことですよね。そうっていうのを聞いて、最初、一番最初はそのしげさんって人にお願いしたんですけど、出た、しげさん。そう、あのやりきり演出家っていう。俺は奥田さんに聞いて、一時やっぱしげさんめっちゃ見てましたよ。でもしげさん、あの、しげさんやっぱもうちょっと腕錆びきってて、あの、インタビュアーとして全然適してなくて、ただカメラ持たせて僕が自分が喋りたいこと喋ってるみたいな回になっちゃってたよねっていう、主題歌作ってる大森聖子さんに言われて、あ、バレるんだそういうのと思って。あ、なるほどね。2回目はちゃんとした人にお願いしなきゃなと思って吉田豪さんにお願いします。ああ、そうだ、吉田豪さんだ。そこで確か俺でもそれ拝見してないんですよね。だからあんまり三谷さんのことちゃんと分かってないというか。あ、そうですね。今日だからどういうあれなんですか、そんで奥田さんに。あ、それで奥田さんに、はいはいはい、なんかその普通にびっくりしたんだけど、今日だって教室入ったらいきなり三谷さん忘れとったんですよ、サプライズで。あ、だから普通に奥田さんに DM で、あの、だからニューヨークさんに外部チャンネル出てもらうことは無理だと思うんですけど、あ、普通に僕がニューヨークさんのチャンネル出してもらうことは可能なんですかみたいな、あ、こう言ったら、あ、なんか全然大丈夫ですみたいなこと言って、全然大丈夫です、全然。でどっちも全然大丈夫ですよ、僕らは。それで、あの、あ、だから別に何も考えてないんですけど、あの、やってきたっていう。あ、なるほど、なるほど。あ、で、普通にお話しする感じで大丈夫ってことですね。はい、だから普通に嬉しいっすわ、そう。だから、あの、グレーの熱唱とか見ながら、あの、北海道ってのは、あ、ちょっとお願いしてみようみたいな。グレーの熱唱見てくれたんですか。で、いや、見てますよ、ラルクの熱唱とか。そう、え、みんなになんて、俺は同世代ですよね、毎回こんな話前もしてる気がする。そうです、そうです、だから同世代ですね、僕と。僕が島さんと多分同級生で、はいはいはい、
屋敷さんのとこ1個ですね。で大学出て AD になってるんですか。あ、そうですそうです。はー、全くご一緒っす。あ、だから俺らが芸人になると同時に三谷さんも業界入ってるってことですよね。あ、そうですそうです。だから、だから同期というか。あ、本当そうですね。あ、そう、本当にだから東京 NSC15 期生扱いしてほしいですもん。なんていうか気持ちでしたよ。あ、そう、ほな、これ鬼越トーマホークさんね、出てもらって、はいはいはい、出してました。あ、出てた、鬼越出てましたね、金ちゃんと亮ちゃん。めちゃくちゃ楽しくてば、年が近いから。確かに、あ、鬼越が俺と同い年なんで、だから1個上ですね、三谷さん。そう、そう、楽しくて、はいはいはい、こう、あ、だから自分から行ってけばこう、で、しかも多分これが40になったらもっと仲良くなりづらくなると思うんですよ。なるほどね。そう、あ、確かにね。で、これでちょっとこう、なんていうか、でもそもそも僕は DM でのし上がった男なんで、そう、その DM を送ることを恐怖で、あの、恐れちゃいけないなと思って。本当そうっすね。そこはもうバカになっちゃってますよね、もう。 そこのネジは、ね、だ、返事変えてこん人とかも余裕でおるってことでしょ。そらそうっすよね、 DM やから。全然います、全然います、はい。 DM でのし上がってますもんね、確かに。そうですね。僕だって東野さんに DM 送ってなかったらまだ普通に登録者数5万人ぐらいじゃないですか。ああ、でも東野さんはもともとあの、つながりありましたもんね、確か。あ、そうですね。ジュニアさんとか、あ、はい、の、吉村さんとか、はいはいはい、ちょいちょい、だ、その辺からですよね。俺もその辺から見るようになったんで、外録ちゃんで。そうですね、同じ番組やらせてもらってたんで、なんか覚えてそうだなと思ってたんですよ、うんうん、なんかそのちょっとその自分のとちょっと20分あったらなんか30秒ぐらい映るみたいな V だったんですよ、僕の時。なんか、なんかちょっと素人4人ぐらい取材して、うん、落ち弱い人だけなんか僕がそいつと一緒にお風呂入るとか、あ、なるほどね、そいつにドラパック一緒にしてあげてるみたいなことで、なんか無理やりこうなんか次の人に行くみたいなことをやってて、なんか覚えてくれてるだろうなと思って。いや、でも俺もだから AD1 年だけですけどやってたんで分かりますけど、はい、その演者の人にそのアホなふりしていくってだいぶ勇気最初はいりそうですけどね。あ、めちゃくちゃだからあの震えましたもん、ちょっと送るときに。あ、でもなんか東野さんがなんか本物ラジオっていう、はいはいはい、YouTube やりましたね。あ、幻ラジオか、幻ラジオとかでなんかその DM の話してたんですよ、はあ、なんかその知らないファンがこんな DM 送ってきてって言って、はあ、はい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 、なるほど、 DM 見るんだと思ってこれはちょっと、しかもちょうどなんか1万人とか行きそうだし、うん、なんかちょっとかっこつけてなんか記念にとか言って、のし上がったな、DM からのし上がったお前。最初の1万人はマジ自力で行ったってことですか。そうですね、1万人遠かったっす、マジで。はい、4ヶ月とか5ヶ月とか。え、テレビの仕事何年やってどのタイミングで YouTube 行ったんですか。テレビの仕事は1年ぐらいですかね。あ、だバリバリだ、ディレクターとしてもバリバリやって、はいはい、ほんとつい最近ですね、じゃあね。そうです、僕らがだって13年目突入したんで、はいはい、4月から、うん、あ、どうこのだから3年ぐらいってことですね。そうですね、3年だ、すげえなー。今はもうフリーディレクターなわけじゃないですか。はいはいはい。そのテレビはやってないですか、ほとんど。あ、だからこの前の1月に久しぶりなんかそのノンフェイクションっていうテレビ大阪さんのなんか3本ドキュメンタリー VTR があって、1個だけ嘘ですみたいな、あの番組のオファーいただいて、でそれでやりましたね、久しぶりに。へえ。要はそれはなんかあのそやり方をもう完全に外国チャンネルにしていいって言われたんですよ。あ、じゃあもう演出ってことですか、その番組の。じゃ、うん、その番組の演出はまた別なのかもしれないけど、まあそうですね、20、30分あったら30分中のもうトークコーナー以外も全部こっちが作った VTR が生まれる。 あ、 であとはサブ出しで見てくださいみたいな感じってことですか。はい、へー。だからで、しかもそれの外録チャンネルの8分の切り抜きぐらいの感じのサイズのものを3本納品して、はいはい、で1個嘘でやってみたいな、はい、で本当の方はあの外録チャンネル結局 流させていいっていう。あー、なるほどなるほど。そう、だから僕のリアルの角は嘘の方を取るぐらいで済んだんで。ああ、じゃあそれぐらいですか、その外録チャンネル以外のディレクターっぽい仕事って。まあ、あとだからその知り合いに頼まれたアイドルの MV 撮るとか。ああ、なるほど。あと何ですかね、ミュージックビデオとかアイドル。あ、でもそうか、もう三谷さん知れ渡ったから外録チャンネル、うん、もう何とでもなるってことですよね、こっからも。あ、何とでもなる。あ、でも確かにその、だからそのお金のことをあんまり気にせなしなくていいという か、はあ、だからやりたかったらタダでやるし、うん、そ、 うん、いや、じゃあそこで稼がなくていいというか。
なるほどね。やりたくない仕事を金のためにやらなくてもいいっていう状況にはなりましたね。なるほど。じゃあ結構そのテレビマンをやめて YouTube の世界に飛び込む時に思い描いてたら結構理想の未来に今来てる感じですか。あ、でもそうですね、こうなれたらラッキーだなと思ったんですけど、どっちかというとなれると思ってなかったんで、月30ぐらいテレビで稼いでってで YouTube はなんかこう趣味として、あ、ストレス発散みたいな。そう、あ、もうだ一回諦めたんですよ、テレビ界で出世するのなんかその、いや、フリーディレクターの出世コースって結局なんかその、うん、いろんな局になんかこう偉い仲いい人、うん、自分のこと気に入ってくれる人をこう見つけて、うん、なんかその可愛がってもらうみたいな、うん、なんですかね、まあ、だから本当高級キャバ嬢みたいな、あ、ふと客を見つけて愛人になれたらラッキーみたいな。そう、ラッキーみたいな感じなんですよ。ラッキーというか、だからまあそれは実力が必要なんですけど、もちろん、うん、で結局でもしかも愛人なんで、うん、結局いくら総合演出ってなってもそのでもスーパー愛人がいますもんね。そう、いろんな人のふと客の、うん、で局の総合演出またちょっと全然種類が違うんですよね、決定権ない。聞きますね、俺はそれなんとなく、俺もただ同期のディレクターとかフリーになったりもしてるんで、はいはいはい、話聞いてたらやっぱそんな感じのニュアンスのことは言うてました。そうですね、だからそれをだからこう頑張ってこう睡眠時間とかめちゃくちゃ削りながら、そう死ぬほど馬車馬のように働いて、まあ金はねある程度いいはいいですよね。そうそう、多分その道で上り詰めたら。でもそれ目指すのなんかなみたいな。でしかもその愛人としてその可愛がってもらうためには結果がなきゃいけないんで、また子飼いの可愛いキャバ嬢たちをこうなんか使えるキャバ嬢たちをこう作って、なんかこう、なるほどね、私が行ったらいい感じで働くみたいな状況を作んなきゃいけないんですよ。なるほど、ね、だから店長みたいなのなあかんってことですよね、そのキャバクラの可愛い従業員を雇って結果出してくれるやつ。これは多分大変です、ね、どの業界にも通ずる話を今してますね。そうなんですよ。それが向いてないと思ったんですよね。なるほどね。なんか、はいはいはい、なんか俺の仕事だったらやるよねみたいな、うん、ちょっとそんな感じの関係をいっぱい気づければ多分自分の成果にもなるんですよ。ですね。関係持ってなんかそれ本当そういう話聞きました。そう。でもなんかそれって自分がやりたいことでもないし、なんか向いてないんですよそういうのに。あ、なんかあ、でもその1年目から11年目までは多分。俺が AD やっとった時らへんってやっぱしんどかったじゃないですか、はいはいはい、そこはガッツだけでいけたんですか、とりあえず。あ、そうですね、僕最初3年は情報系って言われる、はい、いわゆるなんですかね、あ、ゴリゴリバラエティーじゃなかったない方だったんで、まずちゃんと休みあったから、あ、そんなきつくなくて、はあ、で4年目以降はいいともに入っちゃって、そこが一番こうなんていうか精神をぶっ壊れたかもしれないですね。ああ、やっぱそうなんですね。大変なんだ。そう、なんか地獄とか歩きながら寝てたりとかしましたね、本当に。ああ、まだ働き方改革前ですか。お、全然全然もう、はい、あ、やっぱ一番鍛えられるんですかね、あの辺の番組が。鍛え、うん、だから鍛えられるっていうのがまあいい、どうなんですかね、まあ、確かにメンタルは強くなりましたね本当に。だからそのなんていうか一回ぶち壊れた感覚があるんですか。そうですね、そうですね。なんかえ、学生時代はめっちゃ厳しい部活とか別にやってないですか。あ、中学だけですね。中学なんすか。中学バスケ部だったんですけど、うん、運動神経悪いから補欠なんですけど、はい、その中2の時になんかそのなんか公立高校をなんか一から全国に行かせたこと3回ある名将みたいなおじいちゃんでしたね。それでなんかめっちゃ練習きつくなってで補欠ないけどきつい練習されて、はい、でなんかその一個下とかになんかその先生になれた習いたいという感じで。なるほど、とんでもない奴らが入ってきて流れ変わったんですね。そうで、それにだ、そういう人たちとスポーツしてた期間もありますけど。あ、じゃあそんなゴリゴリの体育会でずっと育ったとかでもないんですね。あ、ないです、ないです、本当に。でもやっぱ俺はやっぱなんとなく AD の仕事わかるんで、その、はい、笑っていいとも耐えたってわけじゃないですか、その。あ、そうですね、それがやっぱすごいなっていうのがありますけどね。でもこれいいと思って、ちょっと変な番組で、はい、なんか1週間ぐらいで飛ぶやつか、はい、1年ぐらい続いちゃうやつかしかなかったんですよ、なんかで、なんかなんていうか、なんていうんですかね。でも確かになんで続いたのかわかんないです。でもだから笑っていいともが終わりますってタモリさんが急に言い出したんですよ僕ら知らない状態で。あ、そうなんですか。それって
めちゃくちゃ一部の上の人とタモリさんだけがじゃあ本当に取り決めたみたいなことですか。そう、一番上のチーフプロデューサーとその日の担当のチーフ AD と、うん、その日の演出、あ、他の曜日は知らなかったんですか。もう3人しか知らなかったんですよ。やば、それすごいっす。超極秘で、で一番そのテレフォンショッキングとかで木村拓哉さんとかを入れるための楽屋みたいなところが1個あるんですけど、うん、その日だけそこがあのそこ毎回だから使うんですよ、狭いから絶対、うん、でもそこだけなんか白い紙を貼っとけと、うんうんうん、あの使うなって言われてて、うんうん、その日だけそうで時々いいと思って海外ゲスト来てたんで、はい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 、海外ゲストでもなんか隠しで来んのかなとか思ってたら、うん、なんかあの本番中裏でうろうろし裏なんか準備するじゃないですか、はい、でしたらなんか違いでか、なんか鶴瓶師匠来てんだけどみたいなこと言い出して、うんうん、曜日でもないのに、そう曜日でもないのに、うんまあ、なんだろうなと思ってでもまあ忙しいからって言ったら本番の最後のあのコーナーで出て、うん、裏からバーって出てきて、うん、でなんかこの私服でこうやって撮ってタモさんがいいと思われてほんまとかって言って、って言って、すごい徹底してますね。そのスタッフもじゃあそのリアクションが出てるんですね。そこで、あ、そうそう知らなくて、へえ。でだからその式の放送終了後っていうのが1時間ぐらい喋るんですけど、はい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 、その時はもうその会話じゃないですか、うん、なんで終わんのとかなんか、はいはいはい、みたいな話してる時にどうか続々とその歴代のディレクターたちとか、あ、他の呼びのディレクターたちがあったってちょっと泣いてたりとかするんですよ。はい、で僕ら仮想 AD は、はい、やっと解放されるんだよ今度奴隷解放宣言だったんですよ本当に。それ何年ぐらいやったんですか。1年半で奴隷解放宣言があって2年、まだ2年ですかね。え、じゃあグランドフィナーレも行ったんですか。あ、いました、いました。おえー、あのでもそれのいやもちろん大変だと思うんですけど、はい、超いいタイミングでいいと思ってました。そうっすね、そうからもう2年目で最後グランドフィナーレ見れて、美味しいとこは一応見れたね。そうそう、だからみんなで、ね、話してますよ、伝説の仮想 AD チームで、はあはあ、どうする最後までいるみたいな話とかするんですよ。あ、もうそうか、とんでもいいわけ。そうそうそう、もうなんか飛びたい気持ちでもなったわけですよ結局なんでもうちょい頑張ればいいのでも、まあ、だから最後の最終回あんな嫌な思いしたんだからせっかくだから見たくないみたいな感じになって、はあ、その時は三谷さんは制作会社ですか、派遣ですか。派遣です。派遣か。だからもう一番あの局員制作会社派遣みたいな感じ、最下層、はい、本当に最下層 AD ですね。ですね、はあ、ディレクターになれると思ってなかったんです本当に。へえ、すげえな。で、そっか、そうですね。だってもう日常なんか女の子とか首絞める AD とかも出てきちゃうからどういうことですか。どういうことですか。意味わかんないです。あのイートの選手権とかあります。はい、わかりますよ。僕らも見てますから。見てましたよ。あのでなんかディレクターが変な絵描いたらこんなゲームやりたいとかって言われるんですよ。うんうん、したらその絵を元にあのそれを編み出さなきゃいけないんですよ。例えばなんかその栗でビリヤードして風船を割ってなんあのそのビリヤードがどんどん進んでって、うん、何個風船が割れるかみたいなゲームをやりたいなみたいなこと言われたら、うん、ニュアンスだけ言われるんですね。そう言われたらまずじゃあ栗買ってきてビリヤードたたつつくじゃないですか、はあはあはあ、そしたらまず普通の栗はあのもうこれぐらいで終わるんですよビリヤード、はあはあはあ、どうすればいいんだってなるじゃないですか、はあはあ、でなんかいろいろ考えてあそうか栗の下にローラーをつければいいのかみたいな感じでローラーをつけたりとか。マジで俺も一緒の経験あります。俺も鉄腕ダッシュで、はい、何やったかな、シーソーを漕いだら水吸い上がる装置作ってくれって言われてそのニュアンスだけ言われるんですよでもあのメカニズムはお前らの考えるみたいな。それ無理だろだから専門外だろそうだから俺はチーフ AD の先輩と割り箸で模型作って城島さんがこうやってギコギコって遊んだらあこういうシステムにしたら多分上に水上がってきませんみたいなを作って本番やりましたもん。そうだからそういうのを東急ハンズ行ってそうそうどうだったらできるんだみたいなことをこうやって血眼になって探すんですよ。血眼で探すんですよ仕事そうでいやあれ俺ら早かったっすよね多分。なんか5個ぐらい素材言われて東京ハンズで探す選手権みたいになったらAD ってめっちゃ早いですよね。めちゃくちゃ多分どこに何があったか。そうドンキと東京ハンズね。そうドンキと東京ハンズにほんとひたすら行くんですよ。いらない能力だな。そう平和に暮らしてる人たまにしか行かねえよ。上層部 AD になるとそれを仮想 AD に指示できるわけですよ。そうっすね。で上層部 AD がじゃ仮想 AD に指示してこれいついつまでやっていくよって言われてでそれやってきたものをチェックするじゃないですか、うん、でチェックした時にもうチェックするだそいつが悪いんですけどチェックする時にチェックしてもその30分のディレクターにチェックしてもらう。そうそうそうスケジュールを組んでると上層部 AD 仮想 AD
が上げてあげてももう点でダメだった時にヤバいってなるじゃないですか。で、ヤバいってなっちゃってで、首を絞めるっていうもう間に合わないじゃねえか。でも間に合わないってマジで効率悪いっすよね。そうで、首絞めてて、で、うわ、何やってんすかとかで、女の子の方もちょっと気強かったりとかするから首絞められて、やめてくださいって言うのにこうやって睨み返したりとかしてるんですよ倒しすぎるからこうやってうーとか。あ、でもめっちゃ思い出すんだ倒しすぎるって。でも普段めっちゃ仲いい人ともね、テンパったらもう そんな感じになんねん。いや、ほんとそうなんですよ。うわ、嫌な思い出。そう、嫌な思い出。それは良くないよ。そうなんですよ。だから本当ね、そう、だからみんな当時ね、恨んでるんですよね、結構。でも確かにな。え、で、週1回の生放送が担当ってことですか？いや、だから週1回生放送、ね、ランクがあってスタンバイって言われる、うん、要は首脳交渉の下みたいなランクあるんですよ。あの、AD の一番下みたいな。それだから6人ぐらいいるんですよ。うん、それは全曜日で6人ですか？1曜日で6人。全曜日で6人。全曜日で6人、はあ、で、その上に、曜日チーフって言われる、あの、まずディレクターが1人しかいないんですけど、月火水木金土で、はあ、ディレクターの1人につく曜日チーフって言われる1人の AD がいるんですよ、うんうん、その月火水木金、うんうん、で、その曜日チーフがその毎曜日そのスタンバイを使ってその毎曜日セーブリされるんで。え、じゃあ別何曜担当って決まってないですか？スタンバイは。スタンバイは全部の曜日担当です。それちょっといかついっすね。いかつちょっと足りてなさすぎますね。そう、足りてなさすぎたらほんと地獄で。だからスタンバイのトレーナーだったりするんですよ。はあ、じゃあ空いてるスタンバイがおったらもうすぐ目つけられるってことですか？あ、そう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 、ほんと暇。スタンバイの下には誰もいないんですか？あ、スタンバイの下には誰もいないです。ちょっと少なすぎるな、それ。そう。で、しかもスタンバイが飛ぶとスタンバイが飛んのかなと思って地獄なんですよ、本当にもう。うわでも一番飛びますもんね、スタンバイから。そうですね、スタンバイが一番飛びますね。はぁ、6人以上補充されないですね、スタンバイは。え、でもまあ、そうですね、一番多くて7とかだったかな、じゃないかな。え、そんなんでいけます？ちょっと少なすぎません？いや、だから、多分昔いけちゃったんですよ、きっと。やってることが簡単だったから。はぁ、だから、で、あともうめっちゃ働きますもんね、昔の人だって。そう昔いけちゃって、で昔って多分クソ簡単なことしてないですよ、多分。トークで30分とか分かんないけど。でも僕らが、入ってくるともう平成の後期だから、割となんかいろんな機械を使ったりとかして、はい、やったりとかするコーナーもあったりして。え、あの、アルタ前集合してのみたいな素人の仕込みとかも全部スタンバイが仕切ってやるんですか？スタンバイと曜日チーフが仕切ってスタンバイを駆使してやるみたいな感じですかね。はぁ、大変だ。あ、じゃあ月曜終わってふーっつって火曜はホッとできて次の月曜日まで結構余裕あるとか、そういうレベルじゃないんですか？ないです、ないです。で、しかも他の曜日チーフって人たちも、あの、その自分の曜日はちゃんとなんだけど、その、うん、この本番に向けのっていうのポジションもあるんですよ。火曜、例えば火曜日の収録があったら、あ、収録で生放送に受けたら、なんかその例えば上手と下手にそれぞれ人を配置するんですけど。あ、生放送にはちゃんとおらなあかんんですか？そうそうそう、上手にいろみたいな。はー、下手にいろみたいな。いかついな。で、しかもそこでたまたまその違う曜日チーフがちょっとミスしちゃったら、うん、その別の曜日なのにその別の曜日のディレクターからめちゃくちゃ怒られて、あ、運悪いと殴られたりとかするんですよ。あ、自分の曜日じゃないのに。なるほどね。うわ、辛いですね。引くわ。いやー、ちょっときついな。そうっすね。だから引くわ。え、じゃあその1年半全然休まんないっすね。あ、だから正月は休みますね。ああ、それだけ休みます、ね、放送がないから。そうですね。で、1年半終わって、いいとも終わって、そっから三谷さんはどうなるんですか？お、そっからは、5年目ぐらいですか、今じゃあ経歴でいうと。あ、6年目ですね。6年目、 AD 6年目。もうディレクターになってもいいっすよね。あ、でもね、だからそれでいうと僕はだからそのいいとも AD の時、最後曜日チーフってのがなったんですけど、うん、その中の使えない曜日チーフだったんで、あの、使えない曜日チーフの引き取り先としてしょうがなく、あの、演出からいやいや、その深夜番組のチーフ AD みたいに最初させられて、それがあの OV 監督のお二人。ああ、それの、まあ、まあでもチーフ AD って言ってもね、あのちっちゃい状態だったんで3人ぐらいしかいらっしゃる下にね。ああ、それが6年目ぐらいってこと？それ6年目ぐらいですよね。あ、その時チーフ AD やったんですね。まあでもとはいっても、まあ、使えなかったんで。じゃあ大井監督出してもらったら6年目の時なんか、俺
俺ら5年目じゃない、多分1年ずれてるから NSC があるから。ああ、そうですね、懐かしいな。だから見てましたね、普通にめちゃめちゃ打ち上げしたの覚えてるな。あ、そうそう、あの時いらっしゃったんですもんね。いました、あの端っこで見てました、普通に。ああ、ましたもんね。はい、ニューヨークさんがいて、あ、同い年ぐらいの人たちがもうテレビ出てんだ、すげえなみたいな。あ、確かにね、俺らも若手やったもん。草野仁さんで V 作らせてもらったんですよね。そうそうそう、5年目のね、あの生意気な。そうだそうだ、生意気に山田さんとかっすわ。あ、そう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 だそうだ。そうで、いろんな番組をこうやってってって感じです。そうですね。だから大久保監督はあんますぐ割と何年も続かれに変わったじゃないですか。あ、その後大久保監督になってもうずっとやってたんですか。あ、どうしたどうした。え、チーフですか。あ、でも大久保監督にゴールデンになったタイミングで局のチーフ AD が入らされて、うん、で、チーフ AD とかじゃなくなってディレクターになったんですか。あ、いや AD です、普通に。ちょっとなかなか D になってないですね。つらいな。だからそれを1年ぐらいやって、でもその時に結構その、なんていうんですか、簡単な、簡単なって言ったらですけど、うんうんうん、なんていうか、編集が割と再現ドラマというか、その芸人さんが脚本の再現ドラマというか、はいはい、ショートムービーを作るってなるじゃないですか。だからあれ編集するの簡単なんですよ。あ、で勝手にやってたんですよ。はあはあはあ、いろんなフリーの忙しい人たち。はあはあはあ、だシソンヌ二郎さんのとか、はいはいはい、もう担当のディレクターさんが忙しすぎて、はあ、もう撮ったら僕が勝手に編集して、はあ、でその人忙しいから、これだから二郎さんに僕が持ってって、で二郎さんに直しを言われて一緒に直して、うん、でその人にまた献上するみたいな。なるほどなるほどなるほど。だからそれは結構楽しくって、うん、それでなんか勝手に、あ、僕なんかもうディレクターできるかもってちょっと勝手に錯覚しちゃって、うん、で結構なんか他の人とかも誘ってくれるようになったんですよ。へえ。でディレクターやらないよとか。その時ってどういう人ですか、契約っていうか派遣ですか。派遣です、派遣です。はあ、うん、でも終わっちゃって、重くに終わるってなっちゃって、それが7年目ぐらいってことですね。はい、でもディレクターの、で大体普通にやってる番組でディレクターにならせてもらうっていうのが、うん、セオリーなんですけど。そうですね。それが終わっちゃうと、うん、大体01スタートになっちゃうんで、また1から転校せなあかんみたいな、関係性築いていかなあかんみたいな。ってなるとしんどいなと思って、はい、派遣先にもういい年なんで、うん、やめますって言って、で結構その、フリーでディレクター やらないって言われてるんでやめますとかって言って、うん、無理やりやめたんですよ。はあはあはあ、でもそしたらその声かけてくれてる人たちも本当にやめると思ってなくて、うん、なんとなくちょっとお世辞っていうか、ずっと本気にしちゃった。ずっとかわいそう。ずっとなんかちょっとかわいそすぎて。だからやっぱ根性半端ないんですよ、俺からしたら。やっぱあっこにずっとおんの。でもそうっすね、だから本気してたのみたいな感じになっちゃって、チーフ AD だったら月50万でやったとか言われちゃって、うん、50万って美味しいなと思ったんですけど、いやでもチーフ AD やりたくないと思って、うん、D やりてえっすよね、もう7年目やし。それ断ってて、でも断ってても何もないんですけど、そしたら、うんうん、その派遣先の人が、うん、見るに見かねて、うん、もうやめてるんですよ派遣、うん、もう仕事くれたんですよ。優しい、ディレクターで。優しい。あ、ディレクターで。そう、ディレクターで。はあ。でそしたら、でそこで決まったんですよ。で、うん、そしたら、うん、おもくり監督が終わった時に、うん、そのシューアさんって人が、はい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 、サマーズの神肝っていう番組、試写番組が始まることになって、はい、でそこにいたその若手枠のディレクターが、はい、なんかやらないことになっちゃって、空いちゃったんですよ。はあ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 。だから僕なんか急にそこからも誘われて、うん、実績ないのに2個掛け持つことになったんですよ。なんかディレクターを初ディレクターが2個同時に始まったんですね。はい、急に来た。急に。へえ。だから半年ぐらいでも実力がないのにやっちゃってるから、うん、こっちで怒られ、うん、でまた原付で移動してこっちで怒られってのをずっと繰り返す半年でした。その時まだ働き方改革じゃないですか。でも働き方改革じゃないですけど、もうディレクターの場合だともう働き方改革がどうのこうのっていう。そうですよね。だから AD さんだけなんですよね、働き方改革で助かったのは。あ、そうですね。ディレクターは責任はそのまま残るから。そう、ね、ディレクターがめっちゃ忙しになったって言いますもんね、あの時代から。言うね、言うね。うん、やること増えてるってみんな。じゃあまた原付で怒られるためにこう あっち行ったりこっちでする。そうですね、かわいそうな日々が始まるんですね。あ、でもそれはでもしょうがないんですよね、もうディレクターになっちゃったから。まあね、要は、まあ、芸人されたら漫才つまん
ないって言われてるもんなんで、あの V が意味わかんない、まあ、だからやりがいはありますよね、その一応自分で責任でやるから、ね、うん、そうですね。でそこでもういろんなバス遊べながら、いやお前なんか一生ダウンタウン笑わすことできねえよこんな V じゃとか言われながら、俺そうなんだとか思いながらなんかそういう言葉言われるとなんかちょっとこう頑張れる、なんかね、あどうしてダウンタウン笑わせたいよなとか思いながら、こう頑張ってたら一応ちょっとずつなんかこうできるようになったっていうか、あじゃあしんどいクラブで言うとやっぱその笑っていたの時が一番しんどかった、あそこが一番しんどかったですね、しかもやりたくもなかったし、普通に考えてあの生放送のバラエティって世の中にほぼないじゃないですか、あとなんか意味ねえと思ってたんですよその入る時から、ああなるほどね、ここで得たノウハウ別によそで活かせへんやろなみたいな、まあでもいろいろ詰まってはいるんでしょうけどね、そこにみんな思うとめちゃくちゃ詰まってますし、ね、しかもいいと思って AD がなぜかキャスティングするんですよテレコンショッティングには、だからマネージャーの皆さんとかめっちゃ入ってるんですよえプロデューサーとか AP さんじゃないんですか、あないんですよ普通にそんな電話俺したことないですだから普通にめちゃくちゃ緊張感あるじゃないですか、だってそういうのって、あでもあの分かりやすくあのいいともはアルタに来りゃいいだけなんで正直話が早いんですよ、あそっか、どういう企画の説明からせんでいいですもんね、そうそうそう、どういう番組なんですかがないから結構簡単、でも時々だから変な見損って、うん、あの来週来るはずの増田岡田さんが来ちゃうとかそういうのが AD さんがやってるからありましたね、僕もだから桐谷美玲さんのマネージャーと大事なやり取りしてる時にトイレで寝、トイレって言われてるんですけどトイレで寝ちゃっててトイレでオファーしてるんですよオファーっていうかあのオファーは終わってる状態ですよ、出ることが決まった後のなんかそのアンケートとのやり取りみたいな感じでトイレで寝ちゃっててで多分桐谷美玲さんのマネージャーしっかりしてる人ですから多分あこいつやべえやつだなと思ってちゃんとあのどうなってるんですかみたいな、あ上に言っちゃったやり取りしてる最中寝てるんですけどみたいな感じで、そっからねだからそういうなんか偉い女優さんみたいなのはあの AD に任せるのダメっていうルールになるし、なるほどね、そうルール変えてるじゃないですかそうだからそれでめっちゃ怒られましたもん、お前のせいでなんか俺らまでできないと思われたじゃねえかみたいなこと、でも普通やらへんからなAD がそんなことえでそっからじゃあ7年目以降からはもうディレクターバリバリが4年ぐらい続くと、そうですね、だからちょっとずつ2個掛け持ちがあいけるな3個なってみたいな、でフリーやから、ね、まあ給料は全部ダイレクト入ってくる、入ってきて、そあじゃあ裕福にはなるんですね、ここあ裕福になりました本当に、ああなるほど、7年目ぐらいからじゃ裕福、7年目ぐらい、あそうですね、7年目から2個掛け持ちスタートだったんで、だから一気に奨学金返しましたね、あお金はいいんだな、そうずっと貯めてた、貯めてたってか貯めてないか、無視してた奨学金を一撃で返しましたね、はあ、夢のね奨学金一括払い、そう一括払い、もうこれ今だと思って、ご結婚どのタイミングされたんですか、結婚はあディレクター3年目4年目、いやとんでもない時期に結婚してるじゃないですか誰相手相手はどうやって出会ったんですかその時期、相手はその OV 監督、あ、じゃあおもくり監督ってやって番組やってた頃の AD ですね、じゃあもっと先じゃないですか、あ、ごめんなさい、ディレクター3年目なんで、業界的に言うと、なるほど、業界的に言うと、10年目、9年目ぐらいですか、10年目とか9年目とかですかね、ああ、なるほど、なるほど、そうですね、はあ、すげえな、で、それ4年ぐらいバリバリディレクターやって、さっき言ったような理由で、うん、もう YouTube 行こうみたいな感じで行ったんです、そうですね、本当に、はあ、そう、すごいな、いや、すげえわ、いや、どういう方と仲いいんですか、三谷さん、誰と仲いい、うん、こういう関係っていうか。そのフリー今の三谷さんのような状況あだから逆にほぼ一期一会じゃないですか、だから仲良くなることがあんまないんですよ、そっか同じ現場で毎回会うっていう人がいないから、だからゆったり感の中村さんぐらいじゃ、あそうだ、なんか中村さんと仲いいわなんか知らんけど中村さんと仲いいわ、そういや、そうですね、イベントしたりしますそうですねなんか中村さんのインタビューしてる途中にあの中村さんがお台場を希望されてて、うん、あなんか通ってたんですよ普通に、うん、で、フジテレビの前に差し掛かったタイミングで、はい、東野さんらしき人を乗せたタクシーがプーって通ったんですよ、ありましたね、ありましたね、で、あこれはちょっとエモいぞと、うん、だって東野さんからこうスタートした吉本の流れでこれを撮ってる時にこう東野さんがこうたまたまでもいいから出たらこう、うん、いいなと思って中村さんが結構エピソードトークの真ん中ぐらいのタイミングで無視して言っちゃったんですよ結局タクシーにあの間に合わないでいなくなっちゃったんですよ、うん、で取れなくて、うん、あーって思って、あでそこで冷静になって、あやっぱりちょっとエピソードトーク
あの分断しちゃったからなんか気まずい感じになるかなと思ったら、うん、それなんかなかったかのようにこう結構機嫌よく喋ってくれたんで、うん、なんか居心地いいなと思って仲良くなりましたね。だから逆に仲良く、そうなんですよね。だから鬼越トマホークさんはだからそうな友達になりたいなと思いました。だからこの前コラボさせてもらってね。だから本当こう東京 NSC15 期生の人たちの YouTube の月1レギュラーとかなりたいですもん。会いたいか呼ばれたいかって。そっか、孤独は孤独っすもんね、一人で YouTube ずっとやってるって。そうですね、だから人とはめちゃくちゃ合うんで、うんうんうん、だからだけど自分で行って体一つでね撮影して編集も自分でやってですもんね。すごいですよ。まあでも最近は、うん、一人なんかまあほぼあと固定みたいな感じに働いてる人を雇って。あ、そうなんすね。でプラスうちの奥さんも手伝ってくれてるんで、はい、あ、まあ、だから、まあ、小さいですけどね、 3,4 人ぐらいの 3.5 人ぐらいのチームみたいになってますけどね。なるほどな、うん、そうそうか。でも前も聞いたけど、こっからはまあゆっくりしていきたいみたいな感じなんでしたっけ。ゆっくりしていきたいというか、あの人生長いじゃないですか、うん、だから週に1回は必ず休んで、うん、そのなんていうか、あの体を壊さないように健康的に楽しく働きたいみたいな感じですかね、うん、もうだからあんな笑っていいとも時代みたいな生活はもう二度と嫌ってことです。あ、それはもう本当にもうよく友あの当時を共に過ごした AD 仲間と話すんですけど、うん、普通に5億もらってもあの時には戻りたくないっていう。5億でも、いや5億もらっても無理ですね。はい、とんでもねえぞこれ。いや耐えれないです本当に。でも本当になんか PL とか出身のプロ野球選手が言ってました。1億もらっても PL に戻りたくないみたいな。いやいやそんな勢いだ。俺もっと聞きたがってきました、その笑っていいとも経験した人たちの話を。あ、いや本当にだってこの前野々村由紀子さんってあの放送作家だったんですよ、はいはい、野々村さんで、野々村さんとその当時の野々村さんの曜日の AD と僕と3人で飲んだ時、うん、本当尽きなかったもん。もう2時間半ぐらいその当時のその辛かった話。野々村さんもやっぱ作家でもきつかったんですかね。いや作家はきつくないんじゃないですかね。別に作家はなんかまああのやってほしいな、その笑っていいとも AD 経験の人らでアメトークみたいなやつ。あ、やっとやってくれますか。俺ら全然全然やりますよ。でもなんか良くなさそうだな。笑っていいともの関係者になんか潰されそうだな。どうなんすね、確かにね、確かにそうですね。歯止め効かんくなりそうでしょ、みんな。確かにそうですね、歯止め効かなくなっちゃうかもしれないですね。いや、すごいわ、でもそう、だからでもそうですね、そう、だから今はね、そう、だからそうですね、ディレクターの時とかだから普通に前にあの島津さんがあちこち踊りかなんかで、はいはいはい、M1 出まくってる和牛さんめっちゃ嫌いだったみたいな話してたじゃないですか。ああ、何回も決勝行ってる人たちを、何回も決勝してたみたいな。あ、こういう風に言えばなんか嫌いって言ってもなんか意外とかその M1 何回も行ってるから嫌いだっていうことじゃないですか。うん、っていう説明なんか嫌いって言っても大丈夫なんだと思って。いやいや嫌いって言いました。俺ら和牛さん嫌いなんて一回も言ってないですよ。和牛さんのことは好きですよ。そうそうそう、だ M1 僕らが行けなくて当時和牛さんがみたいなちょっと悔しいなっていう意味ですよ。そうですね、だそれを見てあこれ参考になろうと思って、でこの前吉田豪さん聞いた時に、うん、あ僕鈴木おさんのことめちゃくちゃ嫌いだったんですよ。今は好き嫌いじゃないですけど当時、うんうん、そのなんか要はでそれの説明の仕方がむずいなと思ってたんですよ、うん、あのなんか人間的に嫌いなんじゃなくて、うん、もう偉すぎて、うん、あの鈴木おさむさんが A って言ったら、はい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 、必ず A になってる。わかりますわかります。だから直接嫌なこと言われるほどの距離でもないっすもんね。そう、うん、でもどうやら今俺が死ぬほど忙しい元凶はおさむさんなんじゃないかみたいなことですよね。なるほど、わかりますわかります。っていうのをなんか、あ、なるほど、だからおさむさんがヒットメーカーすぎて嫌いだったっていう風に言えばなんかこうあの嫌な感じになるんだと思って。いや、ちょっと絶妙に違います。そうで、それをこの前吉田豪さんにインタビューした時に喋ったんですよ、うん、でそれを送りつけておさむさんに、うん、一応ちょっとこんな感じで送ってますって言ったら、うん、そしたら今度おさむさんのラジオ決まりました。へえ。あ、それは聞きたいな。呼んでくれました。すごい。そう、でもおさむさんもただただ A 番組にしたいだけで言うてることっすもんね。あ、そうそうそう、普通にだ偉くなると何か下の人には恨まれたりすることあるんやろ。まあ、あとやっぱそのめちゃくちゃあの偉くなりすぎるともう寄ってくるじゃないですか、すごい。あ、で例えば A って番組はもう
まず死ぬほど頑張んなきゃいけないもう自分を育ててくれた番組だとして、20個目ぐらいのオファーされた番組があるとするじゃないですか、うん、でもこれはもう正直本当は断りたいんだけど、うん、過去のこれで断らないはいはいはい、関係性とかね、だからそんなにこうあの手厚くできないよって多分ここではきっとそういう意思の疎通がされてると思うんですよね、うんうん、でもこっちではそれは分かんないから、うん、なるほどね、そんな感じで関わってる人のやつで全部決まっちゃうのかよけみたいな、うんうんうん、で それをずっと味わってるとなんか、うん、昔結構本とか読んで好きだったのに、うん、なんかそれすらもなんか嫌な作品に見えてきた。いや分かります分かります本当に分かります。でもそういうのをやめようと思うっていう話をちょっとしましたっていうのをちょっと報告してもらって、なるほどね、そうだから今度インタビューもしてあの受けてましたもんね、おさむさん結果、うわーすごい。いやそうやって今あの時恐れてた人とか、はい、嫌いやった人になんかこうちゃんとこう、あそう借りを返してるじゃないですか、あ伏線を回収するというかね、人生のあのしげさんとかはめっちゃ怖い人やったんじゃないんですか。あでもしげさんは正直知らなかったんですよ全く。 あそうなんですね、だからあんなグイグイいけるんですね。あそうそうそう、あのだから僕はしげさんそんなリスペクトがないんで知らないって知らないから、いやあの人なんてザ・武闘派の見た目してるから絶対 AD とか怖かったやろうなと思ったんですけど、ね、あでもねなんかそのしげさんを知ってる AD っぽい人があのコメントしてくれたのを見るとなんかそういう感じでもそうなっぽかったですけどね、ひょうひょうとしてる感じ、ひょうひょうとしてる感じで、なるほどな、そうということでございまして、すいませんちょっとオーバーしてしまいました。いやいや俺ずっと喋っちゃう、ありがとうございます。いやちょっといろいろ面白い話聞かせていただきました。またちょっとまたぜひ何かあったら、あすいませんありがとうございます、お願いします、すいません。ということでございまして、外録チャンネルの三谷さんでした、ありがとうございます、ありがとうございました、すいません。